あれを本人は想像してたんでしょうけど、はいはい、行かなきゃいけなきゃって言ってるから、だから連れてきたんだけど、車で。武蔵野館のお母さん、こんなビルになっちゃったし、ね、新藤さんいないよ、ここにはね。今も近代映画にいるでしょ。それお母さんも知ってるじゃないですか。で、武蔵ムーランルージュは、もうほら、戦後お母さん最後に出てたでしょ。あれからもうないよって、こうなっちゃったもんって。いや、佐々木千里と勘違いしたよ。ね、でもほら、新藤さんは何回もほら自分も声かけて何回も呼んでもらって出てるから、やっぱりそういう恩があるから、ね、あとムーランね、それはやっぱり原点ムーランだったからね。このことをね、やっぱお話ししようかなと思って、どうしてもだから最後に残ってたんですよね、ムーランルージュはね。亡くなった、その同じ60円で亡くなった方がいた方の話をちょっとその後ですね、もう最後の本になってした時に覚えてましたので、私ちょっと思い出したような気がするな、その人のことを言ってたから。でもお互いにもうベッドに入ってましたからね、ベッド鼻の先だけど会うことはできませんでしたけどね。だから彼女にもうこれから電話かけてみてね、お母さんのことをもし知ってたらね、年代的にもとても綺麗な方でね。で、そのここのムーランにお母さんが来たのはな、お母さん何歳ぐらいの時ですか、その方。いや、あのお母さん連れてきた時は、あ、もうそれはね、でもね、60に入る前だからね、60で亡くなったのは80ぐらいですか。ちょっとね、過ぎてましたね、84、5になってたのかな。亡くなったのが91ですから。じゃあまだ自分で歩いてこれたんですかね。歩いてましたよ、だってついついて歩いてました。じゃあその時にいろんな話が聞けたですね。単にムーランだけじゃなくてもね、映画の話はいっぱいまたありますよね。折に触れては聞いてましたけどね、同じことをね、何回も言うのも皆無なりっていう、私句を読んだことあるんですけどね、話を同じこと、あ、何回も聞いた、30回聞いたっていうもんだから、あなたって冷たいわね、この子やよ、すぐ30回聞いたって言ってなんて冷たいことしたんだろうなって今思えばね。いや、だから、数学銀行